パワハラや、おねだりなどの疑惑で兵庫県の斎藤元彦知事らが内部告発された問題で、兵庫県議会の文書問題調査特別委員会、百条委員会が8月30日、斎藤知事の証人尋問を初めて行った。この日はパワハラ問題に絞って質疑があり、斎藤知事は反省の言葉を口にしつつもパワハラは否定した。だが9月2日 知事与党の維新の代表でもある吉村博文、大阪府知事はいろいろ思うところはあると、近く斎藤知事に対する判断をする考えを示した。写真、斎藤知事の椅子割りに決断を迫られているのはこの人百条委員会が県職員を対象に行ったアンケートでは、伝文も含めて斎藤知事のパワハラを知っているという職員が約4割にも上った。だが 斉藤知事は百条委員会でパワハラを認めない証言に終始した。県立高古博物館で開催された会合に斉藤知事が出席する際、入り口の20メートルほど手前に車止めがあったため、そこで車を降りて歩くことになった斉藤知事が激怒して周囲の職員を怒鳴りつけたという証言が複数ある。このこのとについて斉藤知事は 私の当時の認識としては車止めを取り忘れていたのではないかと思った、歩かされたことを怒ったのではなく、円滑な車の進入をきちっと確保していなかったことへの注意だった、と自らの行為に非はないという答弁を繰り返した。また、片山康孝副知事、当時、らと話し合いをしているとき、斉藤知事が激怒して5センチ四方ほどの大きな付箋の塊を片山副知事の方へ投げつけ、 場が凍りついたという証言があることについては片山副知事が国会議員に説明する重要な案件の伝達内容を忘れていた残念な思いがあったのでその時一枚の付箋を持ちながら聞いていたので思わず卓上に放り投げたとかなり証言と食い違う答弁一枚の付箋を卓上に投げただけで場が凍りつくだろうか必要な指導だと思っていた これらの行為について委員からパワハラと認めないのかと問われた斉藤知事は当時としては必要な指導だと思っていたが不快に思われた方がいたら反省したいというばかり委員がパワハラを認めた上で反省するということではないのかとさらに問うとパワハラかどうか私が判断するというよりも100上位で判断されるのだと思うと逃げの答弁を繰り返した 知事がれば総選挙に影響するこの日の斉藤知事の証言に注目していたのは知事与党の維新だ。21年7月の兵庫県知事選で維新は斉藤知事を推薦し、大阪維新の会代表でもある大阪府の吉村博文知事が何度も応援に駆けつけた。吉村知事は記者会見で、斉藤知事が県政を前に進められないと維新として判断したなら、辞職の要請、不信任も当然。 選択肢に入ってくると斉藤知事に引導を渡す可能性を述べた。また、日本維新の会の藤田文武幹事長は31日、この100条位の証人尋問も踏まえて神戸市内で兵庫県議団と協議し、9月県議会に県議団が不信任決議案を出す、可能性はゼロではない、と述べた。背景には8月25日の大阪府の美濃市長選で、 維新公認の現職市長が新人候補に惨敗したことがある。吉村知事は何度も箕面市に応援に入る中で、市民から維新を応援しているんだけど、斎藤さん、おかしいんじゃないか、と斎藤知事の問題が選挙に影響したことを認めている。維新の大阪選出の国会議員の1人は、苦悩の表情でこう話す。自民党は総裁選、立憲民主党は代表選と盛り上がる中、 維新のトピックとしては斎藤知事のスキャンダルばかりが連日報道されている。美濃市長選を見ても、維新の支持急落の原因の一つは斎藤知事であることは誰の目にも明らかだ。百条委員会で厳しく追及されても、斎藤知事はのらりくらりごまかしていたようにしか見えない。自民党は新しい総裁が決まれば、解散総選挙に打って出るでしょう。 斉藤知事が居座れば大きく影響する早く決断すべきだ